どうもおはようからこんばんは、殿でござる。太閤立典2柴田勝家編、続きをやっていきましょう。というわけで、ラッパは3にあげました。で、親方様がなんか心配していたんで、一回報告に行って寝てお金を引き出して、またまた休暇願いを取ってきました。で、今京都の町にいます。ひとまずは霊峰1いけるかな、このスペックで1ぐらいいけたらいいなと思って、ちょっと妙覚寺、朝山日常先生かな、ちょっとそこに行こうと思いますが、ただその前に本とかをちょっと買っておこうかと思いまして、でね、どうしようかな。龍蔵寺に仕官するとして、なんか口添えみたいなのあるのかな。となると、あとは今後の指示も考えれば、一旦鍋島さんを懐柔した方がいいんですよね。もしくは、まあ、直接こう物を高信さんに与えるために、なんか武具を買うとか。だから何を買おうかなとちょっと悩んでて、この辺とか価値3で94巻、一旦買っておこうか。書物を、竹取りは価値2か、高いとかそういうんじゃない、お前は多分手は出せないだろうけれどもさ。よし、で、武具普通の槍とかな。この辺は価値7で1200、そこはマジで手が出せない。ハテナ武器は592、一旦3冊買っておいて。だよな、もっと買ってあげないと産業とか教えてくれないんですよね。そこはもう城主とかになれたらその後ですよね。だから日常先生のところに行って、霊峰1ぐらいはこのスペックでもいけると思いたい。なんか勝ち引きは今殊勝な心がけだな。人前に出ても恥ずかしくはないと。おい家押し、お前ではついていけないというのか。絶対酒とかもう我慢できなくなるだろうな。酒はないのかとか、精進料理では足らぬわとか、なんか暴れそうな気がする。もう綺麗な勝家になっているかもしれないな。あら、家吉は残念だったな。シャバとか言うな。お前なんか悪いことしたわけじゃないだろう。いや、世話になり申した。この調子だったら2位無理だな。2は無理な気がする。試しに行ってみる。まあさすがに日吉くんにはちょっと霊峰はダメみたいだな。ああ、これ言われるってことはダメだ。ひとまず霊峰は1になって、剣術も伸ばすつもりはないんですよね。あとは500何巻か貯めたいし、いや、この書物は、鍋島さんのために取っておきたい。で、これで霊峰は1。茶道とか学んでもね、小遣い稼ぎで鉄砲1ぐらいにしてはいいかな。だいたいもうやること終わるっていうね。やばい、今回カットした方が良かったかな。調査かな。これは誰だ。また前みたいに包丁を切るとか。おー、解放さん。こっちは赤尾、浅井の武将ね。けど織田家っ
として働くよりかはやっぱり修行をして、でそれで待って小遣いを貯めたいんですよね。ただ稚魚50巻のはずなのにな、なんか倍ぐらい入っているんですよね。じゃあ帰宅。稚魚50巻だったら一月で手取り49のはずなんですよ。意味もなく一晩休んで、ですよね、49。手取りがこれだけある状態だから元手は増やしておきたいんですよね。さて現在堺の町に来ております。今のところクリスマスイブで手持ちは今288巻600文で、ちょっと茶道のレベル1ぐらいはしておこうかなと思いまして、千の総益のところに来ております。一応ね、茶碗は価値1のね、24巻ぐらいしかしなかったんで買いました。そこで茶道の指示をしているんですが、なかなか覚えられなくてね、極めるつもりはないですよ。てか茶室広いな。価値1ですけれどもね。これはこれはってお前のだわ。ね、なかなか覚えることができないんですよ。だってあなたのところで売られていた茶器ですから、そこで修行すればなんか茶道のレベル上がるものじゃないのか。だったら本当適当な茶碗とかだったのかな、ご飯盛るみたいな。ダメかな、基礎スペックの問題とかもあったりするんでしょうけれどもね。あとはどうせ価値1だからなかなか覚えられないのもあるかもしれないし、他の修行みたいになんか一月こもるとかないのかな。やり方としては馬屋と一緒なのかな、繰り返し行くことによって覚えるかもしれないみたいな。まあ体力も減らないしお金も減らないからな。ただ日数だけが経っていく。ね、こうなるんですよね。さて、明くる年61年2月1日。ひとまずね、鉄砲をちょっと覚えていまして、ああ、結構忙しそう。で、勝家さんに関しては、現在41歳で、まあ、ここまでスキルは覚えました。まあ、ほぼほぼまんべんなく取っていった感じ。で、茶道も無事覚えました。で、背後家吉、ここまで成長しました。鉄砲も牙も、で、ラッパも覚えて、で、茶道も覚えた。もともと武力は結構高いんだ。で、大殿も心配しているんで、これで帰って、もう出奔しようと思います。というのも、紐付きが滅んでね、意外と早かった。城2個しかなかったのに、攻め入りましたっていう情報は1回のみで、それで滅んでしまった。ひしかりさんとかちょっとね、気になったんで欲しかったんですけれどもね。じゃあ、殿は会ってくれるみたいだ。いや、ごめん、出奔する。大殿、ごめんね。あて、表情なんだ。まあ、出るだけ出てやるか。な、一回も出ずに終わるっていうのもな。しかも私、その両脇にいるわけじゃないんだ。なあ、よかったね。お前も物頭。出てなかったからね。その間みんな勲功を貯めて、で、位が上がっていく。まあ、内政でいいんじゃないのかな。勝つい、お前どうしたんだみたいな。調略するんだ。まあ何もする気はないですよ。
あーまあ拒否ラッパ3なんですかね。あーマイナス20。まあどうせ出奔するから何かやってもしょうがないもんね。で帰宅してお金を引き出して、まあ1日ぐらいは寝て、で内活で、で出奔する。これで386か。まあ、九州にも商家はあると思うんで、まあ、何か必要かもしれないときは、まあ、そこで買おうかな。で、書物3冊あればいけるかな。鍋島さんも好みが変わっていなければ、あの人書物のはずなんですよね。そこでなんとか取り入って、で、龍造寺に仕官する。やっぱり怒っているのかな。で確か丹羽長秀とかあれだな、築城しているんでいないですよね。ね、何も教わることはできない。家吉も結構強くはなっているんで、今後ね、いろいろ襲名を帯びることは、襲名を受けることはあるでしょうしね。だから今後の織田家についてはお前に任せるとなってくれるかな。もう機嫌治ったかな。なあ、会ってくれる。じゃあいよいよ出奔。手持ち386貫。よし、まあ、再確認するんだね。いいですよ。やっぱりちょっとね、納得いかなくてね、一度は許してくれたのものの、やっぱり出奔したいかな。一身上の都合。2の場合、出奔したら勲功ってどうなるんだろう。っていうか、よし、お前はもうついてこなくていいんですよ。実は織田家を辞めることにしたのじゃ。町に関しては清須の方に行くのかな。とうとうお主を雇って池海に。なってしもうた。あれ、お前も抜けるんだ。え、本当？それマジ、マジで言ってんの？それほどまでにこのわしを。だな、意外と半年以上は一緒に旅をしてきた仲ですものね。じゃあ行きましょうか。これで行き先して、で地図でして、じゃあ佐賀城の方に行きましょうか。この辺ですよね。あ、まずはじゃあここまで行くか。手っ取り早く行くんだったら、まあ堺ぐらいでいいかな。いや、もしくは津かな。いや、でもお金かかりそうだな。じゃあ陸路でここまで行こう。ついに出奔してしまいました柴田勝家。信頼度ないな。武士勲功とかなんか引き継ぎみたいなのはできないのかな。これ使えたら足軽頭からになるのかな。まあそこら辺の今までの積み重ねてきたものを全て投げ打って、で竹に仕官する。龍造寺ってこれ仕官できるのかな。ある程度大きい勢力じゃないと使えることはできないのか。確か大昔にやっていた時は、小さい城だったらなんか養う余裕はないみたいなことを言われて断られる気がしたんですよね。だから龍造寺に仕官ができなかったら、まあ統一できそうな島津に使えるかな。
国力で言ったら断然大友なんですよね。でも島津はね、信長野望の方で、まあ数ヶ月前に主人公としてプレイしたんですよね。だから改めて島津っていうのもな、まあ、一旦は竜図をして考える、まあ第一候補かな。さすがに相良とかは無理でしょうしね、伊藤家だってすぐ滅ぶし、ある程度持ってくれる大名とするならばやっぱり三国志だよな。で着きました。で港に行く。これで不前小倉。よし、体力は減らなかった。一日ですからね、一日で船酔いはさすがにないか。そういえば九州ってクスシいるのかな。おお、これが修羅の地か。じゃあ行き先指定で地図。果たしてうまく士官できるかどうか、そして士官して位がどうなるか。信頼度ですからね、それを言ったら引き継ぐっていうのは確かにおかしいもんな。武士勲功っていう言い方だったら引き継ぎとかできそうな気はしますしね。じゃあ佐賀城に入りました。ラッパは3ありますから簡単に忍び込めるはず。すー、ラッパも関係ないよな今の。何とぞよしなり。いけるかな初っ端で。よそ者の新参は用いぬ。じゃあ面会で、あ、一人しかいない。よそ者ダメって言われたな。例えばこれでもう一回入って、面会で大名生きるかな。さすがに浪人には会ってくれないか。で鍋島さんもなんか出払っているのかな。面会で一人か。この感じだったら龍蔵寺って士官できないな。だったら九州だったら島津を当たるか。まあ九州でなんかこう立身出世を狙うっていうのはまあ当初の予定なんで、まあ第一候補が龍蔵寺でそこに士官できないのはちょっと辛いんですけれどもね。待ってよ、調査で代わりは誰だろう。武将、なあ鍋島さんか。さて平戸の酒場に来ますと鍋島さんがいまして、今めっちゃね飲まされてる。飲まされて半死にしているんですよね。でおごりまくったりおごられまくったりして、一旦親密度を上げてこっから取り継ぐことってできるかな。城とか、あ、教えてくれるのはいいやつだ。てか兵力ほんとないね。ほんとおごりまくってる。飲みますよ。これで結構、え、お前そこまで行ってきたの？
三浦屋まで、まで行ってどうするんだ。宇治のり熟老、あ、やっと解放してくれたか。酒買っておこうか。へえ、南蛮酒とかあるんだ。じゃあ3本。もうこれで半死にしているという。でも月が切り替わったらなんか表情とかありそうですよね。じゃあ3日だけ休む。お、宇都宮滅亡。どこが滅ぼしたんだろう。なんか攻め入ったとか、なんか滅びたっていう情報ってなんか曖昧ですよね。どっかが攻めたっていう情報もないし。ひとまず鍋島さんとはもう相当飲み合った仲なんで、これでダメだったらちょっと諦めて始末に行こうとは思います。だから佐賀城、まあどこでも仕官できるわけではないってことですよね。例えば東北だったら伊達家になるし、関東とかまあ大体主だった大名しか仕官できないんでしょうね。で、取り次ぎっていけるかな。あ、堂々とじゃない、商人じゃない。希望としては取り次ぎで鍋島さん。お、会ってくれる。まああれだけ飲み合った仲ですもんね。ここからなんかできるかな。贈り物とかこの辺か。魚鱗を覚えたんですが、もともとなんだろう、陣形って覚えてないのかな。勝家だったらあれかな、奉仕の陣とかなんか使えそうな気はするんですけどもね。また来ましたよ。うん、ちょっと繰り返しやっても入れないんで、一旦鹿児島の町に行きまして、で、あ、ちょっと寝ましょう。あ、鍛冶屋がある。ってことは鉄砲は学ぶことができるわけですね。で、宿泊。また酒、おごるかおごらされることになると思うんで、一旦体力を回復させて酒場に行く。で、武将と会ってちょっとねお近づきになって、で取り次ぎできるようにしましょう。でも始末だったら武将で、四兄弟とかめちゃくちゃ強いでしょう。そっから軍学、あとは陣形とか、まあ、他の能力とかも教わることできますよね。岩切、その武将は知らないな。いや、みんな酒強そうだな。少し回ってきたかな。まあ薩摩の酒はなかなか強いな。めっちゃおごらされるな。まだ新たな項目は出ない。あ、尊敬する人、主は高久。
なんだろう、九州来てやってることって酒飲んでるだけっていうね。あら、ネジメか。なんだろう、酒好きそうに見えるのかな。それでやたらおごらされるとか、おごってくれるとか。あ、今度は吉弘、もう滅んだというのになんかないのかな。いやいや、さっきからいるわ。よし、これで結構仲良くはなったでしょう。あとは体力を回復させよう。というわけで鹿児島城に来ました。そこで取り次ぎ。武将は結構いる。あ、ひしかりとか、あ、肝付きとか、その辺はもう入ってしまったか。しかもあいつ一番下なんだ。吉野部さん切るかな。よし、そもそもあいつの能力見てないしな。あれ、もう完全に制圧していると思うんですがね。そうそう、気になって、状況次第ですぐ行動を変える方ダメだな、ひよりみだな。大丈夫、武力は完走しています。よし、じゃあこれで士官いけるかな。島津だったらいけると思う。お、高橋さん真っ赤だな。おお、足軽頭か。まあ放浪一月しか放浪していない。まあいいでしょう。これで島津家に仕官できました。こっから勝家の立身出世が始まる。まずは物頭になって、背後家吉を迎えに行かないといけないな。あいつどことも仕官しないと言っているから、あれだけ成長して、なんだろう、こう、まあせっかくの才能を無駄にするっていうのかな、そういう機会。ね、あれだけスキル伸ばしているんで、その裁縫をさ、ね、家吉君もあれだけ鍛えたんで、それをこう生かさないのはもったいないもんな。てか、なぜか町に来た。少し、それ少しどころじゃないでしょう。いや、その程度で勝家さんビビったりしないですよ。いやいや、初対面。一応話は合わせておくか。え、今誰がバカにしているって言った？ライバルが誰かってことですよね。村田さん、伊集院か。あいつがライバルか。よかった、めちゃくちゃ強いやつがライバルだったら嫌だなって思っていたんだが、伊集院だったらいいか。で、情報で、家中の序列。いや、大名情報かな。もう肝付きは滅んでいるわけですよね。支配力じゃあそこそこ上がったんだ。1398。で、城は5つ。鹿児島城、
ね、まだ信頼度100ですからね、こっからいった物頭にしないといけない。まあ、他の武将に関してはまた後ほど見るというわけで、じゃあ今回はこの辺にしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。